え、待って、怖すぎる。ちなみに、さっき俺とボドカ男の叫び声を聞いてます。ラーナイト SC スタジオ出張編、出張編、出張編ですね。今回ね、約束しました、はい、高評価1万5000かな。覚えてなさすぎないもん。 SC が人気のシリーズが多くなってきて最近届いてる。とりあえず突破したわけですよ。はい、突破したということで、約束通りね、出張編第2弾、石神公園という、ここ結構怖いんですよ。聞いてください、聞いてくださいよ。この前、黒い家行ったじゃないですか。はい、ビビってたんですよ。ああ、まださらにビビってたんですけど、でかかんねえな、やばい、もうすでに取り付いた。つまんなさい、例のせいです。安全だ、安全だ。普段となんと今回、特別ゲストが来ております。どうぞ。プレゼン来た、来た、どうかねー。誰？え？どうも、ホラー探検家の関根です。出ました。顔出てる、顔出てる、顔出てる。ボードカと玉をもよ来まして、じゃあ散策していくと、まあ先にちょっとね説明していきたいんですけど、まずこの石神公園の池では、はい、なんか豊島なんたらっていう人が、なんとですよ、この池で、その後もその呪いかなんかで、まあその娘も死んだ。そう、池で、池で、そう、この池で、この娘の霊が出るみたいな。え、マジで？で、池の中から人が上がってくるの音が聞こえたり、まあ足音とかも聞こえたりして、でも振り向くと誰もいないっていう現象が多発しているらしい。東京でも恐ろしいスポットとして有名になっている。そこに今日入水するんですか？入水してねえよね。で、あとこの形で入水してもらって、締めは玉押さえ、入水してで、あ、出てきまって、おちゃらけてるけど、やばいとこなんでしょ。でもそうそうそう、ライキが前回黒い家っていう心霊スポット行って取り憑かれちゃったんですよ。え、マジ？今も？いや、お祓い行って、お祓いも行ったんです。そう、この前行ってね。もうそんぐらいやばくて、こいつもやばいよ、めっちゃ取り憑かれるから、こいつめっちゃ怖いから。俺もやばいもんね、喉の怖い話とか。この二人やばい。で、このやばいよ、石神公園なんと祠とかあるらしくて、そこも結構危ない。その祠ら辺はこちら二人のチャンネルで上がります。おー、なるほど。ということで、じゃあやっていきましょう。はい、やっていきましょう。レッツホラー、ホラーです。これがもうまず池だ。え、これがその池なんだ。ボート乗れんのかな。普通に遊べるやつ。霊がいるという柳の。あ、これ霊いるの。もうなんか起きるかもしれないですから。このチャンネルだったらもうただ何かありますから。もしかしたら唯一何も起こらない神回かもしれない。逆に。逆の。木とかそうじゃない。あ、これすだれの木な。じゃあボドカちょっと記念撮影しよう。記念撮影。そういるいる。柳でしょ。うわ、もう舐めてるわ、一番舐めてるわ。新スポナー、ふざけてんな。ほくろの近くじゃないの？お前、やばいってさ。ほくろの近くじゃないの？お前、やばいってさ。やばい、やばい。一回ドタキャンして、こういう公園で新スポになってるところってマジでいろいろ起きるらしい。そうじゃなきゃだって乗らないから。ああ、そうだ、より危ないんですよ。ボドカの怖い話してよ。ボドカ佐藤の滑らない話。佐藤だ。3週間前ぐらい、まあ俺ん家からコンビニ行くまでの間に、まあ、病院があるんですよ、ね。はい、3時とかで、いつものようにコンビニに歩いて買いに行ってたんよ。今まで5、6ヶ月くらい今の家に引っ越してから、そっちの病院側が気になったことないのに、その時だけ異常に気になって、左側パッて見たら、病院って自動ドアが入って、背中合わせのこうやって何やろ、椅子、ソファーみたいなのがあって、受付があるんやけど、受付って絶対なんかちょっとは電気ついてるの。なんか電気の部分みたいなのがちょっと気になって、そしたら影がゆらって動いた気がして、おう、あれと思って、道路渡らないとその病院の方行けないから、普段絶対渡らないのに、渡って病院の方に近づいてみたら、ソファーの上に子供がこうやって膝乗っけて、ソファーここに背もたれあるんですよ。背もたれね。こんな感じでずっと廊下の向こう見てるのよ、怖い。やばいって思って、速攻目そらしてコンビニまでダッシュして、こっち向かれたらやばいって悟ったらしくて、あ、見ないで逃げた。で、その時にちゃんと俺ツイッターで、病院のそういうロビーって3時ぐらいでも子供とか入れたっけみたいなことつぶやいてるんや。そう、見て、気になったかな。やばっ、もうリアル怖い話。
あ、でも石神池はさっき。いや、石神池じゃない。これ、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 あ、そっちだ。祠もある。全奥だ。まだ全然奥だ。ここだ。ここなんだよ。噂の場所が。やば。でも隔離されてるんだ。めっちゃ普通のとこから遠いんだ。え、三宝寺かな。やばいやばいやばい。え、これやばい。行きますか。え、何の音？俺も聞いた、俺も聞いた、俺も聞いた。三宝寺かな。やばいやばいやばい。え、これやばい。やばいやばい。え、これやばい。やばいやばい。え、これやばい。うーそう。そう。この事実を知ってしまった。たまちゃんはそういう霊体験みたいな、そういうしたことってあるの？昼寝してた時に金縛りにあって、5分ぐらい経ったら布団の周りを男の子とか女の子の小さい子のなんか声が周りくる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 。いや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 、マジ？それは一回あった。やばすぎ、異常だ。分かれ道だね、なんかやばいよ。次だ、見て見て、あっち何もライトない、ほら。あー、ちょっとやばいかも。いや、真っ暗すぎる。真っ暗すぎるわ。ちょっとやばいと。やばいわ。じゃあノリはもっと嫌そうだよ。いや、嫌よね。俺めっちゃ嫌だ。俺こんな感覚だったの初めてやわ。本当に？だってこんな面倒くさいことしないもん。最近のコメンならノリが危ないって言われてる。え？なんか声とかよく一人だけ聞こえてること多くて。そうね。気をつけてって多いんだよコメントで。行ってマジでやばくなったら、そうしよう。どっかで待って。あ、そうすら、うん、マジ怖いと思う。よし、いや、急にガチになってきたね。舐めてたー。舐めてたいや、舐め方異常だったよね、全員反戦の、うん、それは舐めるわけですよ、うん、最初のエリア、要するに新スポじゃなかったわけですから。こっからが本番です。あ、でも、あと石神公園か。俺の友達、これ写真撮って心霊写真撮ってたの。嘘。この木のどっから撮って、女の人がこうやってる。ええでしょ、嘘や。ガチよ。どこで撮ったの？だからこういうこの撮られてる木のとこだから。上で撮ったの？うん、それ、こ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 れ、そう、そう、上に映ってた。よし、1枚ぐらい。いや、あそこ、雰囲気やばい。食べてる木のとこある。え、やばい。え、なんか映ってた？かっこいい。そう。なんかね、顔っぽいのがたくさんあるっぽい。マジで？本当に？見て、だってほら、真っ暗。左。いや、マジで周り見えなすぎない？じゃ、ほんとに暗い。いやいやいや、ガチすぎん？急にガチすぎん？え、ちょっと待って、マジで。普通にさ、ずっとゴーゴー言ってるのは何？そう、それ俺も気になった。来た。言ってる？三宝寺池。ねえ、これ。来た。言ってる？三宝寺池。来た。言ってる？三宝寺池。顔がやばいことになってる。こっから右側がその噂の散歩地域ってですね。こういう言い方すんのはどうかと思うけど、するにはいい場所かもしれないね。確かに、確かに。適している場所って言えるよね。あ、祠だ。お、え、来たよ、祠。祠、見えちゃった。うわぁ、マジか。こんな急に現れる感じなんだ。やばい。え、うん、ガチすぎる。え、待って、やばいわこれ。え、待って、怖すぎるわ。いや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 、いや、ちなみにさっき俺とボドカ男の叫び声を聞いてます。あー、すごい。あんあんあん。はい、ということで、まあ、今祠に着きましたので、はい、まあ、ここがもう真っ只中の噂の心霊スポットの湖の祠ですね。やばい。で、こっからは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 
で、こっからは山王とボドカのチャンネルで2組ずつになって、うん、ここらまで歩いていただく、うん、まあ、僕らの動画にもまあ声とかは多分入ってると思うんで、何か映ってたかとか、うん、そういう詳しいことはぜひコメント欄でよろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。まあ最初からガッチガチで怖そうなとことか行ってほしいわ、うん、とこはコメント欄で、はい、行きたいです。お願いしてもらって、ご評価 1.5 万ですかね。行きましたら出張編すぐやらせていただきます。ということでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。一旦バイビーです。バイビー。僕らの近くじゃないの。お前やばい。散歩時かな。やばいやばいやばい。え、これやばい。来た。言ってる。散歩時行け場所って言えるよね。あ、